はい、すいません、ご紹介に預かりました大林です。先ほどの岡田君の発表の、後半という形になりまして、岡田君が議論の、枠組みというか問題点をもうだいぶもうピックアップしてくれたので、若干退屈になってしまうかと思いますが、よろしくお願いします。発表は原稿読み上げの形でやらせていただきます。適宜補えるところは努力して補いますので、よろしくお願いします。読み上げさせていきま、開けさせていただきます。最初の引用からいきます。日本語は哲学的思索にとって不向きな言語ではない。しかしそれは哲学的思索にとって未だ処女である。日本語をもって思索する哲学者よ、生まれいでよ、和辻哲郎。助言、問題の提起とその背景。本校の狙いは、マルティン・ハイデガーが、SZ というふうに書きますが、が日本でどのように翻訳、受容されてきたのかを事例にして、ザインというドイツ語を日本語でどのように訳すべきかを検討することにある。日本でのハイデガー哲学の受容は、SZ の翻訳に象徴され、1939年の寺島実人訳から現在に至るまで、多くの翻訳者が刊行されてきた。この際特筆すべきなのは、大半の翻訳者研究者がザインを存在と訳すのに対して、和辻哲郎と辻村浩一の両名がザインを、あると訳した点である。なぜこの2つの訳語が問題になるのかといえば、存在とうが訳語としても日本語としても錯綜した関係にあるからである。以下本論で検討するように、両単語は時に排他的であり、時に一つの文脈で共存もするのである。ゆえにこの両単語の問題について早くから着目していた大橋は、うか存在かという発想は早計であると診断する。そのためまずは存在とうそれぞれが在院の訳語としていかに妥当なのかを鮮明にする必要がある。さらにハイデガーが在院を根幹にして編み出した在院ドゥツァイトの基礎的語彙、例えば在院クヌンとか在院ツムトートとか、ごくハイデガー的な仕様でのダーザインなどを考慮に入れれば、在院の訳語が何よりも保つべきなどは在院ドゥツァイト全体が持つ思考の経済性である。したがって本校の議論は翻訳という英意そのものが何であるのかも改めて検討しなくてはならない。してみれば翻訳という概念はすでに多面的である。ヤコブソンによる翻訳の三類型に習えば、一般的に翻訳とは言語間翻訳であり、そこで要求されるのは翻訳される起点テキストと作成される目標テキストとが等価なことである。すなわち言語体系、文法と語彙を転換して同一の意味内容を保存すること、これがまずは翻訳であると言える。しかし語の等価性を定める基準や語の意味を決定する要因を考えると、翻訳は文化的英意であるといった方が一層正確である。そして大橋が文化の翻訳という標語で示すのは、起点テクストを目標テクストに差し置くことで生じるのが等価関係ではなく、むしろ屈折だということである。それぞれの言語が異なった文化を根底にして成立する以上、両言語の単語が完全に置換可能であるという考えは、大橋によれば同一性幻想と呼ぶべきものである。さらにこの幻想の裏に潜伏する文化的差異は、相互に意図的な言語の間にとどまらず、単一言語での話者の間にさえ潜んでいる。ここ、中に回したんですが、大橋先生が用いるのは花という言葉です。はい。でここに至って翻訳者は等価を翻訳の理念的なもしくは仮説的な目標として希求しながら、まずはこの文化的差異を明確にするほかないであろう。たとえ完全な等価関係ではなくとも、両テクストに等価関係が成立しないのであれば、そもそも翻訳を行う意義はないであろう。以上をまとめると、翻訳は等価と屈折という2局面に牽引された英意と言える。そして同様の事態はハイデガーの在院でもと例外ではない。すなわち翻訳を介したとき、在院は日本語の中でどのようにと、ここの等価性はいらないんです、すいません、完全に誤植です。屈折するのか、もしくは在院は日本語の中で屈折を抜きにした等価な言語表現を獲得するのだろうか。そして先に示唆したように、日本語内での存在とうの関係も問われなければならない。こうして以上の問題からは次の課題が着記される。すなわちその課題とは、翻訳を介して移入された思想について自国語で思索するとはいかなることか。これを議論の訴状に載せねばならない。冒頭に引いた和辻の寸言はまさしくこの課題を言い当てたものである。したがって、先行研究でたびたび指摘されるような、和辻でのハイデガーの誤解・曲解への言及は本校の狙いには含まれない。あくまでも主眼は在院の翻訳によってどのような施策が展開されたのかにある。ということで、1番に行かせていただきます。
1、翻訳と日本思想の関係。翻訳が文化的意義であれば、まず確認しておくべきなのは、日本の文化的背景であり、翻訳が日本で果たしてきた役割である。周知のように、明治期日本の近代化において、西洋舶来の学問、技術、思想を受容するのは翻訳の責務であった。この際、外来思想の輸入は日本にとって初めての経験ではない。歴史的には儒教、仏教、政治的制度が中国から輸入されてきたし、古代和歌、日本神話の解釈による国学が成立していた。それゆえ、開国によって西洋思想の本格的な輸入が開始されたとき、日本は外来思想を摂取・同化する実績をすでに持っていたと言えるだろう。しかし、こうした歴史的事情に反して、丸山真雄によれば、日本思想の存立については懐疑的でなければならない。というのも、丸山の指摘によれば、あらゆる時代の観念や思想に否応なく、相互連関性を与え、すべての思想的立場がそれとの関係で、否定を通じてでも、自己を歴史的に位置づけるような中核、あるいは座標軸にあたる思想的伝統は我が国には形成されなかったからである。ここで丸山が言う日本思想とは、日本史を通じて思想の全体構造を捉えようとする際の思想的基軸である。よって丸山の見解に従えば、日本には各思想を統一する構造がなく、様々な思想が雑居状態にあったことになる。ひいては、かつての外来思想が歴史的推移の中で雑居のまま伝統化している以上、日本の伝統思想に外来思想を対峙するという構造は意味をなさないとも言える。これに類する洞察を言語の局面から捉えれば、日本思想は日本語対外国語という対照的人口対立によって内と外を分ける国民あるいは民族という制度そのものを自明視する近代的な言説においてのみ成り立つものであったという酒井の指摘も丸山の見解と不都合をきたすものではないだろう。ここの酒井さんの指摘の部分に関してはですね、前の3ページの一番下にある語の注釈で書いてます、柳生明さん の翻訳論の方で、もう少し、まあ、それこそ翻訳論としての、言及がありまして、それこそ先ほど上原先生のご質問にあったような、近代においてすでに日本語っていうものが翻訳によってもすでにかなり変容していたっていうような話が、まあ、ここでは書かれています。はい。はい、じゃあすみません、戻ります、してみれば日本思想という一つの思想を摘出する試みは事態をつかみ損ねている。それゆえにリーダーバッハは日本思想を実質的な内容物に求めるのではなく形式的に捉える道を提案して次のように述べる。すなわち日本思想の特徴を探り出すためにはこの思想の内容的な側面よりもむしろ日本に外から流入する板的なもの、ダスフレムデがどのように修正されてきたのかという点に立ち入るべきなのである。すなわち日本思想とは外来思想の修正パターンであり、板的なものに対して自己固有なもの、ダスアイゲネを希求する思考様式そのものを日本思想として捉え直すのである。よって一層正確に述べれば、日本に存立するのはまず日本の思想、伝権インヤパンであって、日本思想、ヤパニシャス伝権という一つの思想体系があるのではないことになる。こうして問題は、板的なものに対して自己固有なものを希求する思想運動であり、前者を修正する際の遂行方法である。リーダーバッハ、丸山が歴史意識の構想で展開する歴史意識の範疇化を日本思想が出体するための過程の内的構造として重視する。このことは自己固有なものを日本は、なぜいかにして希求するのかという一層根源的な問いに他ならない。しかし、すでに確認したように、外来思想の重要はまず翻訳を介するのであった。ゆえに、本校が主眼を置くべきなのは、翻訳は日本では文化形成という意味を持っているという発言である。どのような思想が展開されるにしても、それらが日本で展開されるとすれば、その思想運動は翻訳を介した事象である。翻せば、板的なものをまさに板的なものとして認知して、その思想内容について、熟慮、批判することが可能になるのは、翻訳という文化、言語的意義が、たとえ同一性幻想がそこに生起していようとも、先行して成立するかに他ならない。だからこそ、ブフナーのように日本を翻訳文化として特徴づけることも可能になるのであり、日本思想とはすなわち翻訳であると言っても過言ではないだろう。まあ、これはこの僕の一意見としてということで、はい。では続いて2番、翻訳としての存在と、2-1、改めて翻訳とは、
前節では日本思想が外来思想の摂取と修正によって自己固有なものを獲得する思想運動思考形態であり、その方法が翻訳であることが確認された。このことを踏まえて本節では翻訳の実践と和辻による在院の訳語に着目する。再び薬部村の翻訳論に戻ると、言語間翻訳が遵守すべき等価関係は起点テクストと目標テクストで意味内容を保存することであることにあった。とはいえ、翻訳での屈折によって語の完全な一対一対応が困難であるならば、一単語の起点テキストを訳すのに目標テクストは二単語、もしくは目標言語が持つ語彙による複合語造語を必要とするときがあるし、極端な場合では目標言語にない文法的範疇を起点テクストが含むために、その意味内容が確定不可な場合もある。例えば時制やアスペクトの問題という形で、薬部村が例に出してるんですけれども、後ろの方でも少し書かれるんですけれども、例えばドイツ語で言えば出す、在、それこそ出すですけれども、日本語の名詞には性別がないので訳せと言われてもいかんせん無理なところがあるとか、そういう形でのその文法上の大きな違いというのは事実ありますっていうお話です。はい。大橋が江戸期明治期の日本語文法学に定義して在院の訳語を検討した際にも、こうした文法面での問題は如実に現れている。一般に在院が属するヨーロッパ言語のベロブ、日本語だと動詞ですね、は陳述作用によって規定されている。ところが日本語文法で陳述作用を表す用言には形容詞も含まれるので、2つの動詞が厳密には一致しない。さらに在院と出す在院にも同様の文法的問題がある。ドイツ語では在院がそのまま出す在院として名詞に転用同名詞できるのに対して、動詞在院の訳語として用いられる日本語の動詞あるはそのまま名詞にすることができない。したがってドイツ語の在院はすでに語それ自体のレベルでうと訳しても存在と訳してもあるズレが生じるという指摘が文法面では成立する。それでは文法は翻訳における絶対的な漆黒であるのかといえばそうではない。翻訳の可能性を探るのであれば、翻訳者は起点言語の文法に忠実である必要はないし、むしろ不忠実でなければならない場合さえある。薬部村が言うように、言語が本質的に相異なるのは、主としてそれらの言語が伝達しなければならないことにおいてであって、伝達できることにおいてではない。とすれば、以下のような翻訳の指針がここで提示される。まず、起点言語の文法や語彙に対応するものが目標言語に欠けている場合、新造語による意味の追加や副詞等の補強によって、翻訳者は伝達できる内容の滑落を阻止できる。さらに、起点テキストは言語間の相違点として伝達しなければならないことを半ば義務的に伝達してくるけれども、例えばドイツ語の名詞には性ジェンダーがあり、日本語にはないことを想起すればよいと。起点テキストをそれが書かれた際の文脈や文化的知識を含むあらゆる外部情報に接続することで局所的に回避は可能である。あくまでも確保すべきなどは伝達できることであり、伝達しなければならないことを伝達可能にするテクスト外情報である。ざっくばらんに一番、大体の場合は特に思想に関しては文脈だと思います。やっぱりここは、はい。で、2の2ということで、在院を訳す、和辻の場合、それでは在院という語に関して何が伝達されていて何が伝達を困難にするのだろうか。ここでは一度在院の論点をまとめた箇所を和辻の倫理学から引用しておこう。存在という言葉が在院の同義語として用いられている現代において、何故ことさらに異を立てて存在の概念を在院から引き離そうとするのか。それは存在という言葉の意味があまりにも甚だしく在院の意味と異なっているからである。在院が哲学の中心問題として背負わされていた特殊の意義はほとんど見出されない。フィヒテ哲学の出発点においては在院は素定である。の在院である。これらの在院が意味においては形式的論理学の形而コプラと同じであること、しかも形而として働く在院が多面においてがあるをも意味すること、そこに在院の問題の急所があるのである。逆に言えば物があることを意味するありが多面において形而であるとして働いているという事実からして C と U との連関の問題が発生した。存在がコプラとして働いたり、あるいはエッセンティアを表したりすることができるのであろうか。いいな、決して。それならば在院を存在と訳すのは在院の問題についての盲目を表示すると言われても仕方があるまい。
引用を付益すると、まずは次のことが、付箋ですね、付箋すると、まずは次のことが言える。同名詞残印の原型である残印には、二通りの用法があり、一つは陳述や判断を表す形式的用法、そしてもう一つが何かが存在することを表す判断、存在判断の用法である。引用にあるように、日本語では前者がである、後者があると表現できる。だからこそ人間の学としての倫理学で和辻はそこに通底する日本語あるに残印の本義を見て取りあるにうの漢字を当てるよう衝動した。そして和辻のような仕方で、あるですねを訳語として採用すれば存在という訳語の批判は至って容易である。つまり存在には形事の意味がない。この一点でことが済むのである。したがって残印についての学であるオントロギーはうの学もしくはうろんと訳されダー残印は現にあることと訳されねばならない。この際和辻にとってのうの学とはであるエセンティアの学を論理学があるエクジステンティアの学をオントロギーとして両者に根源的なあるを取り扱う基礎的オントロギーである。ここをあの基礎的オントロギーがカタカナ書きなのはそのままです。和辻がこう書いています。なんで わざわざカタカナなのかはちょっとわからなかったです。すいません。ただし和辻のう説はこれからさらに錯綜した議論を経由する必要がある上にかなり問題含みである。というのも和辻自身が元来品語は形事の在にあたる言葉を有しないと述べてうに形事的用法がないことを認めてしまうからである。しかしそれではなぜ和辻は依然うを採用するのか。以下ではその理路構築を追跡しよう。第一にあるがあるであるの関係である。和辻によれば日本語の実際の使用にあってがありとであるは根底的なありの限定によって規定される。例えば私は暇があるから私は暇であるということができるし山ありで言われるのは山であるではなく山があるなのだと和辻は述べる。前者の例からは一般に形事としてのであるはがあるという意味のありの限定であるという主張が立てられ、これに後者の例を合わせればあるに対してはであるもがあるも共に限定せられたあるであるという主張が立てられる。第二にこの限定に関して和辻はうには持つことハーベンの意味があると主張して持つ主体としての人間をうの根底に定義する。すなわち事物や観念がある。しかしそれらはただあるのみであって自ら限定するということき働きをしない。働くのはただ人間であるとしてありの限定は事物や観念を持つ人間の持ち方の限定であると説く。この時和辻はハイデガーがウーシアを所有物の意味に理解していると主張しており、このことは形事用学入門でウーシアがアンベーゼンに翻訳され知書や式と言い換えられているのと一致すると言える。そして第三に人間と存在の統治がある。和辻に従えばウの根底になって、持つ人間があることは人間が自分自身を持つことである。この際和辻独特の語源学的解釈によって改めて存在が分析される。すなわち在孫は根源的な意味において主体の自己恥であり、在は、根源的にその主体が実践的交渉においてあることと規定される。そして自己恥に持つが連関することで人間イコール存在という構図が成立する。すなわち和辻の存在とは、間柄としての主体の自己恥すなわち人間が己自身を持つこと、これに他ならない。したがって、うの学であるうろんは、究極において人間が己自身を持つことにまで尽きらねばならぬのであり、この限りでありが存在を表すと言われる。以上を踏まえて、和辻がなおうの漢字を採用する理由が、持つの意味であることが判明になっただろう。もしこの意味がうにないならば、和辻が希求するところのがあるとであるとに分化するあるを人間存在の形字として把握する道は途絶えるのである。そして看過してはならないのは、和辻にとってもすでに存在が優れて残印を支持する点である。和辻の存在、すなわち人間がいないのであれば、残印ががあるとであるに限定されることはないからである。続いて3番です。存在と時間の翻訳ということで、辻村の右折。こうして明らかなように、和辻にとって残意をうと訳すことは、うの語義を発展させることで理解可能であった。しかし、残意をうと訳すのは現在では極めて異例である。試みに、ザイオンドツァイトの序論において、ハイデガーが、事実としてのザインスフェアシュテンドニスをつまびらかにするのに用いる例、イヒビンフローやデアヒメルイストブラウに対しての翻訳を参照してみれば、細い訳は空は青くある、私は喜んでいる。原渡辺訳は空が青い、過去青くある、私は嬉しい、過去嬉しくある。
列寺村訳、空は青くある、私は喜ばしくあるといった体を冠する。無論これらは、ザイオンドサイトの翻訳をしたのであって、末寿のような財についての独自の施策をしたわけではない。とはいえ、いずれの訳もあるを根幹にしていることは明白である。このうち辻村のみは、ザイオンドサイトの翻訳にウを採用している。辻村訳は現在2種類あり、題名はウと時である。辻村でも、ウと訳した理由は和辻と基本路線を共有している。しかし一方で和辻と基本的に異なってもいるのである。以下相違点を確認していこう。まず一つに、ウを採用するにあたって辻村が強調するのは、このウが国字化されているという点である。これによって先ほど和辻が挙げた根拠、すなわち元来品語は形字の材にあたる言葉を有しないという点を一応は回避できる。ただし、国字化されたウを用いるとき、このウには漢字のウが用いる所有の意味は除去されていると辻村は述べる。ここに和辻との重大な差異を見て取ることができる。もし辻村が和辻の右折を踏襲しているのであれば、所有の意味を除外することはできない。そして所有を捨て去り、国字化されたウに辻村は、形字的用法があることを指摘する。日本古典文学である、なんとか本です。すみません、ちょっと忘れちゃいました。だから平家物語であるの該当に該当する用法があることを辻村は報告している。以上の3点から、同じウを訳語に用いるとはいえ、和辻と辻村ではウの概が異なることは明白である。むしろ辻村がザイオンドサイトを指して、これをあると時と翻訳すれば一番無難であろうと述べているのを考慮すると、辻村はザイをあるとそのままに訳したかったのではないかとさえ憶測できる。筆記をあるとしか言評できない段階にザイオンの訳語は至ったように思える。もしあるをそのままザインの訳語として採用してよいのであれば、あるはであるとがあるに表現の上で分化していないので、ザインを出すザイエンでと捉えてしまうという伝統的形字上学でのザインの暴虐、ザインスフェアゲセンハイトに加担する危険性は低くなるだろう。しかしながら、和辻と辻村はザインの訳語には熟考を重ねたにもかかわらず、彼らの、エクシステンツの訳語には重大な問題がある。この点に着眼点を置いたとき、ザインをウと訳すことの困難が生じてくる。ハイデガーにおいてエクシステンツはダーザインがいつも何らかの愛様で関わっているという点で特異であるために、ただのザインではなくザインゼルブスト と言われなければならない。故にハイデガーが遂行しようとするのは、伝統的形而上学が刊行してきたオントロギーではなく、ザインスフェアシュテンドリスによってダーザインが自身を分析するフンダメンタルオントロギーである。ザイオンドサイトの中核ともいえるこの構想を受けて和辻はダーザインを自身が指す人間存在と統治する。すなわち和辻は存在括弧エクシステンツと訳すのである。よってこの場合、エクシステンツィアルアナリオティックデスダーザインスは現にあることの存在論的分析論と訳されるのであり、ザインの訳語であったはずのウと存在がそれぞれ別の語になって、共存することになる。和辻の場合、ウとしてのザインでもってがあるとであるとに分化するあるを人間存在の形式として把握する道がウロンであったのだから、やはりザインゼルブストと呼ばれるハイデガーのエクシステンツは和辻にとって存在でなくてはならなかった。とはいえ、和辻の訳語はザインドサイトを貫く用語の経済性を崩していると言わざるを得ない。ザインはウでありながら時には存在であるし、エクシステンツにも存在を当ててしまえばハイデガーの翻訳は破綻するであろう。辻村にあってもこのような訳語の破綻が見られる。辻村は在位を根幹にした用語に、ウを用いる一方でエッセンティアに存在を、そしてエクシステンツに実存を当てている。ハイデガーが自身のエクシステンツに伝統的形而上学の用法におけるエッセンティアエクシステンティアですね、ここエクシステンティアの意味を含ませず、ダーザインの、ザインスアルトとしてその事実性と非当性、ファクティステートとゲボルフェンハイトを含意させたことを踏まえれば、現実存在を短縮したものである実存は、ハイデガーが批判した伝統的形而上学の思考形態を密輸入することになってしまうのである。そして最後に結語に書いて残意を翻訳する可能性、こうして本校は翻訳という鋭意を捉え直しつつ残意の訳語を検討してきた。ウと存在の2つの訳語に牽引されて行われた考察からは、和辻辻村を批判してみてもなお、在位がウとも存在とも単純には訳せない事態が露呈したのであり、存在かウかという二項対立は意味をなさない。
それでは残意をどのように翻訳してはいけばいいのだろうか。今まで和辻の右折に向けられた批判を一別すれば、例えばアサリと平尾は和辻が山田孝の日本語文法に依拠しておきながら、その日本語文法を大きく誤解している点を厳しく批判している。加えて日本語で同じく形容詞として機能するだの無視やあるに並ぶ存在表現としてのいるの形容詞も従来の在の訳語として検討されてこなかった事情がある。これらは日本語文法の局面では看過できない批判であるのは確かであるけれども、本校では翻訳の実践は言語学に還元されるものではなく、文化的意義として翻訳を捉え直しつつ、そこで正規する屈折とそれを乗り越える等価の気球であることを説いてきた。この点で和辻の右折は言語学上の誤解に基づいているとはいえ、存在を批判吟味してひいては日本語を拡張することで残意を翻訳しようとした一人の優れた翻訳者であることに間違いはないだろう。最後に本校は翻訳についてのハイデガーの言葉を引いて、本校での議論が日本思想の一契機を表現したものであることを確認して締めくくりたい。すなわちハイデガーは翻訳が言語的な理解のみで成立するのではないとしてこう述べる。翻訳というものは必然的に一個の言語の持つ言語精神から別の言語の精神へと踏み越えていく歩みを果たさなければならぬはずだからである。一個の言語の言葉が別の言語と完全に一致しうる、ないしは一致しさえすればよいといった意味の翻訳はそもそもありえないのである。翻訳とは人を外国語へと自国語の助けを借りて移し入れる、奪ずつん、ないしは人が移りゆくことでは全くない。翻訳するとはむしろ自国語を外国語との対決を助けとして覚醒し浄化し展開することである、はい、以上になります。ありがとうございました。Der Himmel ist blau. Mhm. Hm? Das ist eine Stelle im Text. Ja, ja. 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 Aoi, ist ja nicht. Aoi, grau oder blau. Der Himmel ist grau. Aber blau. はい、ブラウですね。ブラウ。あ、すみません、僕の発音の問題です。申し訳ない。ですね、はい、そうですね、あのなんか全あの僕も
読みはしたんですが、正直言ってその仏教に対する知識があまりにもなさすぎてあまり理解できなかったんですけども、まあ無に対する有だっていうのをやっぱり推したいっていうところもあったみたいで、有を使っているっていうのは別の論文ではまあそういった無念が書かれてるんですけれども、まあ、少なくともその存在と時間、まあ、辻村でいうその有と時の、その、まあ、役者解説とか解題の部分に載ってるのはもうここに挙げたような説明のみでした。はい、多分その辻村の中で無っていうふうに訳す時の動機において多分結構それはかなり本質的なものだったので、まあこれをもしどういう形かでなんて言ったんでしたら、もうちょっと発展させるとしたら、そういうところが読み込めたらすごい面白くなるのかなと、はい、はい、ありがとうございます、はい。まあそこに例えばさらにそこに読み込んでしまうのだとすると、例えばそこにある意味でのナショナリズムみたいなのが、はい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 、ね、あるいはまあその日本文化の輸出っていうことに関して魅力的だとか、はい、そういうところが少し読み込めたかもしれない。ありがとうございます。最初はちょっとイチャモンみたいな言い方をしますけども、はいはい、いえいえ、はい、15ページの一番最後、最後のところで、あ、はい、翻訳するとはむしろむにゃむにゃむにゃ浄化し触れる、はい、浄化、そうなんですよね。これは翻訳、ハイデガー全書の翻訳を、まあ、とりあえず参照してこういう形にはなっていたので、まあ、変に自分の訳を使うよりは一応、まあ、ちゃんと専門の方が訳されたのだから浄化なのかなと思って一応書いたんですけれども、まあ、確かにちょっと、ね、はい、ちょっとそれは役者の人にこうずらし飛ばしていただければと、はい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 、まあ一応そう、浄化は確かに僕もと思ったので、言語は横に全部振りましたので、そういう意図を表したいという、はいはい、相性を担保してくれる、そうですね、はい、まあまあそれこれは単純な言ってみて、いちゃもんみたいなもので、はい、もう一つちょっとこれは、私の理解が間違ってるかもしれません、はい、かもしれませんけども、はい、間違っていたとしても問題の指摘としては、そんなに単純ではないことになるかもしれない、イチャモンみたいなことを、はいはい、でそれどういうことかというと、一番最初です、はい、これは和辻 の、 日本語は哲学的施策にとって不向きな言語ではない、はい、しかしそれは哲学的施策にとって未だ主流であるというふうに思われます、はいはい、で日本語を持って施策する哲学者が生まれている、はい、実はこれは私がこの間、昨日講演したときに参考資料ですね、あ、そうだったんですか、使っているテクストの一番最後の、はい、そうです、はい、言葉でもあるのですが、まあ、私自身の主張というのは、これ単純に日本語を持って試作するというのはできないと、うん、ある種写しを行わないことには、日本語で試作するというそのこと自体が無理だという話をしたつもりだったんですよね、うん、でそれと関連してちょっとだけイチャモンに聞こえるかもしれない、はい、そして私の方が間違ってるかもしれない質問をしますけど、今ここで、しかしそれは哲学的施策にとって未だ処女であるというふうに思われたんですよね、はい、これ処女っていう読みでいいんでしょうか。昔の人はこの字を書いて乙女ですよね、乙女とも読みますよね、可能性があるんですね、乙女で、これって何を意味するかというと、もしこれが乙女という字であったとしますか、はいはいはい、乙女っていうことは少女ってすると、はい、それなりの文脈的違いというか、我々の語法の中で違いがあると思います、はい、でそれは何を意味するかというと、もしあなたがこれを、少女とのみ読んで、はい、それ以外の可能性を全く考えなかったとしたならば、それは日本語に対する我々自身のエアベッケン、エアベックング、これがひょっとしたら欠落しているかもしれない。それは思います。確かに
一応薬部村の話でも中に山をしてしまったんですけど、一応三類型という形で言語間翻訳が今回主題でしたけれども、もちろん、言語内翻訳っていうものがむしろ一番最初に薬部村の場合は出てきていて、なので、結局翻訳っていうものは、先日べれば全てがその自国内あ言語内翻訳になってしまうんだっていう話をするわけなんですけれども、そこに絡めてっていう気持ちで助言の部分ではその大橋先生が書かれたその同一性幻想だっていうものも取り上げていて、中でも書いたようにその同じ花という言葉にしてみてもやっぱり感じるものはかなり違ってくるよねみんなっていう話で、そうであるならば、日本語への翻訳とかその外国語の日本語への翻訳という言葉、その言葉自身にかなり注意が必要であって、そうですね、日本語自身がそれ自身において同一的なものではない、ということを意味するんですね、そうすると日本語の内部に含まれる、私は言うんだけど、ある種の異なりというか、差というか、ずれというか、日本語で語るということ自身が嘘の意味での語りを同時に算出してしまうような、そういう構造を持っているという気がするんですが、でそこでこれがさっき言った、私の方が、私はこれ処女、和津自身が処女という発音でこれを読んでいるのかもしれませんが、そうであったとしても、今言った問題はおそらく成り立つ、つまり言語そのものの持つある種の、多層性というか、この可能性があるからこそ我々は他の言語を受け入れることすらできる、自分の言語の中でもある程度、異なりを容認しているわけです、そういう余地があるからこそ、その他の言語を受け入れる可能性も出てくる、という気がするんですよ。どうでしょう。いや、もう僕はもうその通りだと思います。結局その和辻がそのうという漢字一文字に一体どれだけの害を込めて、しかもその言ってしまえばハーベンダーっていう意味もまで持たせて、しかもここにその自己の恥であるとか人間があるっていうのはその自分が自信を持っていることだっていうのも全部うの一言にやっぱりこう閉じ込めるわけですけれども、やっぱりそこはやっぱり今先生がおっしゃってくださったようなその単語言葉ですね、言葉が持つその意味の多層性みたいなものがいろいろ絡むからやっぱりできるものだと思いますし、その実際問題、この今回書いた文章全体としてもやっぱ「うか存在か」っていうようなその言葉の違いみたいなものをやっぱりある程度フォーカス当てたっていうのはやっぱりそういう気持ちもありましたので、本当おっしゃる通りだと思います。ご発表ありがとうございました。ちょっとさっきの岡田さんの発表とも重ねてもしお聞きできればなと思って、そうですね、翻訳っていうのは何のためにするのかっていうのが、一般的な問題としてもあると思うんですけど、当時存在と時間を訳する人々の間でどういうふうに考えられていたんだろうっていうことが、もし何か知っていることや考えがあれば伺いたいなと思った次第です。というのは別に翻訳してしまって現象を紛書して読めなくするわけではないので、必ずこうアプローチが担保されているわけですよね。で当然これが現象ですっていう情報も関東に載せられているわけなので、そういう可能性っていうのをどれくらい意識して、ひょっとしたら翻訳っていうのは単なる通路に過ぎないかもしれず、特にアメリカとかに比べれば日本は現象を読むっていうことはすごく重視している、研究文化があると思うのでっていうところは気になったことです。でもう一つそれに質問の動機を加えますと、さっき の谷先生のお話ともちょっと僕つながると思っているんですけれども、ザインっていうドイツ語の言葉自体がそれこそ言語内翻訳というか、その意味が忘れ去られているっていうことが問題になっているわけですよね。なのでハイデガーとかドイツ語においてもザインがどういう意味かっていうのが分からないっていうのが、それは問題なので、翻訳できるかどうかっていうだけではなくて、そもそもドイツ語においてザインがどういう意味を持っているか、だから翻訳せざるを得ないっていうのは多分
この存在と時間っていう書物の際立った特徴でもあるっていうものですね、うん、っていうことも含めてその原書に遡るっていうこと、あるいはその座禅の意味自体が よくわからないんだっていうことが、うんうん、すいません、なんか大変な話になってしまったんですけれども、はいその辺をもしお考えがあったら伺いたいなと思ったりしたいです、はい、まず最初に座禅と座禅が何で翻訳されたのかっていう、まあ、動機というか目的の点に関して言えば、これはなんか先ほどのさっきも言ったんですけども、まあ、翻訳っていうのは先日べれば言語内翻訳であるっていうところがあって、まあ、例えば国語の辞書を見ていただいたらすぐ分かるように、まあ、何かを項目してその言葉が、まあ、英語で説明されているわけがなく日本語でやっぱり説明されているわけなので、まあ、移し替える、まあ、置き換えるということを、まあ、翻訳だと言ってしまえば、まあ、いろんな言語活動というのは基本的には翻訳に成り立っているというふうに 思いますけれども、まあ、そうするときにじゃあ座禅と座禅を翻訳する意義って何っていうのは、まあその実際彼らがどういう目的を持って訳したのかっていうのは正直なんかあまりそういうしっかりと目的を書いて書かれたような箇所を読んだ記憶が今ちょっとないので分からないんですが、まあ、あくまでもその翻訳を、まあ、拡大というか延長というか他国語にまで広げていくっていうような形で、まあそうですね、まあ、こことを考えればまあまあ、反対方向から見てそのどうしてもこう、まあ、自国内での置き換え、まあ、いろんな置き換えをしても到達できないようなラインにある何か意味内容っていうものをその自分の置き換えできるところにまでこう持ってくるっていうのは、まあ、その文化圏にいる人間にとっては、まあまあ、生産的なことだとは思うので、まあまあ、翻訳したいのであればどんどんしてばいいんだなとは思います。で、座禅の言葉、座禅がどういう意味なのかっていうのに関しては、それはもう本当にこれを書きながらもつくづく思った話で、日本語内でも結語のと書いてのところで割とかちょろちょろと書きましたけども、まあ、日本語内でもやっぱりかなりあるって何いるわ、だもいいじゃんみたいな、そうすると啓示って言ったらいろんな意味がある日本語だって、でそれで和辻って割とそう日本語学やってる人間からの批判を読むと本当は割とボコボコにされてるところはあるんですけれども、まあ、なので翻ってじゃあ座禅ってドイツ語自体どうなんだろうかなっていうのは考えて、まあ、これ書いてる時に一瞬そのドイツ語学ゲルマニスティックの本を読まなきゃいけないのかなって思ったら、それをやるとさすがに身がパンクしちゃうのでやめましたでも一つ言えることとしてはやっぱりまあ翻訳は文脈に依存している、まあ、文化に依存しているもので、なおかつその、まあ、座禅と座禅の翻訳に関して言うならばもっとそのこう読まれる場所っていうものは、まあ、限定されてくると思うんです思いますし、そのもともそのすいませんもっと簡単に言います、ハイデガーが使っている座禅の意味っていうものとドイツ語言語学の中でこう洗い出されていた時に分かってきた座禅の本義というか部分っていうものが合致するのか、 それとこそれこそこうドイツ語学的に忘れされた部分を持ってきたらそれはもちろん保管されているので、ハイデガーが言ってる座禅なんてあんな偽物だって言えるのかって言ったら別そうではないと思いますが、それは多分ハイデガーの思想として見ればまあもちろんよくわからないものではありますけども、ハイデガーの座禅はハイデガーの座禅であれでいいとは思います、はい、ちょっと答えになってるかわからないですけどすいません、はい、はい、最後に、最後的な連絡が一つと、その前に翻訳についてそのもう一回こう注目してみて、そのプロセスを主題にするというのはすごく私も応援していて、すごくいいことだなと思っています。例えば普段の生活でもこの人と話すときにはこうやって言ったら分かるという場合と分からないという場合、でもこの人に同じ文を言ってもこの人は分かる、他の人にまたそれを言うと半分分かったより半分分かってない、そういうその私たちの日常生活の中にも実はその翻訳がいつも隠れていて、それぞれみんなこう違う、なんだろう、想像こうシステムみたいなものをどっかで抱えてるみたいな、そういうのとすごく関係していて、もっと注目していってもらえたらいいなといつも思っていたところなので、すごく嬉しかったです。ありがとうございました。